やあみんな、私の名前はタマン、生物研究所で働く新人研究員。誰に向かって話してるんじゃ？え？それは、画面の奥の愛しい視聴者様だよ。なんかよくわからんが、まあいい。それより聞いておくれ。わしがこの研究所で汗水垂らして研究していた発明品がついに完成したんじゃよ。え？すごいよ、博士。どのくらい時間かかったの？5分じゃ。短っ。発明には時間など関係ないんじゃ。それで、どんなものを発明したの？それはこの、ピックリーパーエキスじゃ。うわぁ、クリーパーみたいでかわいい。これはクリーパーの体から採取したエキスを使って作ったもので、これを飲むとなんと、クリーパーのように強くなれるのじゃ。え、すごい。私も強くなりたい。そうかそうか。ならばたまに特別にこれをあげよう。わーい、博士ありがとう。しかし、これはただ強くなるだけではなく、体もクリーパーになってしまうのじゃ。キャン、何この体。話を最後まで聞きなさい。もっと早く言ってよ。こんなんじゃお嫁に行けないよ。大丈夫じゃよ。玉をお嫁にもらってくれる人はチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぞ。なんじゃそりゃ。まあ安心せい。人間に戻るエキスも発明中じゃ。発明中ってすぐには戻れないの？材料不足での天然の取れたてダイヤモンドが一つでもあれば完成するのじゃが。わかった。じゃあ私がダイヤモンドを探してくるよ。そうか、慣れない体なのだから気をつけるんじゃぞ。わかったよ。じゃあ早速行ってきまーす。おー、行ってらっしゃい。どうもタマです。いや、クリーパーか。今日も一日お疲れ様です。いやー、なんとね、悪い博士のせい、あーやばい、悪い博士のせいでね、体がクリーパーになっちゃいました。だからね、こうやってやると爆発すること、おー、びっくりしたんだな。土くわえてる。え、クリーパーの手ってそこ？そしてね、元の体に戻すためには天然のダイヤモンドを博士のところに届けなきゃいけないみたいなので、今回はこの体でダイヤモンドを探していきたいと思います。まあでもね、この見た目だともうただのクリーパーだと思うので、こんなものを用意してみました。じゃーん。うー、私の頭を食べるな。まあ、これ私の頭なんですけど、はい、こうやってかぶれない、あれ？これだとヘッドオンヘッド、頭の上に頭が乗ってるよ。まあけどね、こうすることでね、私だよっていうのが分かりやすいと思うので、こうしていきたいと思います。気持ち悪い、なんかめちゃくちゃ気持ち悪いということで、早速ダイヤモンド探しに、うーレッツゴー。とりあえず木を集めよう。なんかさ、クリーパーが木集めてるの新鮮すぎないか？そうだよ、クリーパー。分かってくれるがね。いつもサバイバルしてる人間たちの気持ちを。待てよ。木材もそうだけど、羊探そう。はーはー。村発見！ラッキー！これで夜は安心だね。え、ちょ待って。クモの巣、ゾンビ村、あれでも、普通の村人。ん？ゾンビ村になりかけの村なんてあるっけ？でも待って。ね、これで行ったら大丈夫かな？村人さん、クリーパー来たーってびっくりしないかな？あ、でもそっか。この頭つけてるから大丈夫だね。やっほー、村人さん。大丈夫。僕安心だよ。人間だから。うわ、なにこの気持ち悪い生き物。え、なに？え、なんで急に僕の目の前に現れたの？ひどい。気持ち悪い。ひどい。ここ、怖い。そして気持ち悪い。そんなこと言うと爆発しちゃうぞ。ちょ、ね、誰か、助けて。村に不審者来たんだけど。失礼しまーす。チェスト。あ、ありがたい食料。パンありがたいね。ベッド、よーし。あ、これは、人来た。気持ち悪くね？うわ、ほんまや。めっちゃ気持ち悪い。でしょでしょ？本当に気持ち悪いんだって。見たこともない化け物だ。地面クリーパー。うわ、近寄るなよ。爆発するぞ。やれるもんならやってみろ。帰れ。あ、やんこれ、うるさいから、やめとこう。この麦で大量のパン作れるね。よし、作業台を作る。この絵面面白いな、なんか。作業台作って、はい、大量のパン作った。大量のパン作った。
ー、やばい。よーし、お、夜か。でもちょっと寝ないで、一旦このまま夜過ごしてみようかな。だってこの体だし、モンスターたちと分かり合える気がするんだよね。さあ、スケルトンいるやん、早速。よし、リスポーン設定をして、トントン、スケルトン。あ、クモさんもいるやん、トントン。ちょ、待て。おい、痛い、もうこうなったら、くらえ。痛いで死なないの。私が死ぬ。えい、あ、やばい、死ぬ。あ、死ぬ。これ立ってる、まさかのクリーパーって立ちね、すごいな、めちゃくちゃボコボコだ。装備とかもあった方がいいのかな、あんまり体力なかったからね。早速洞窟入っていきますか。この辺なんかいい洞窟あるかな。じゃあここら辺のものを破壊して、待って、石破壊できないの、石、え、土しか破壊できないみたい。爆破力弱、弾クリーパー爆破力弱いんだけど。なんだよ、じゃあ結局、コツコツ掘んなきゃいけないのか。なんか掘ってる時のクリーパーのお尻可愛いんだけど、プリプリしてる。おー、なんか私が加えてるみたいになってるぞ。あ、いた、あ、お、え、ん?洞窟っぽい。じゃあ、松明作りましょう。で、木材があればね、あとは中で取れるので、行きますか、早速。レッツゴー。あ、鉄ある、え、待って、めっちゃラッキーじゃない?ちょっと明るくしとこう、少し。どうだ?あ、深そう!ここ深いよ、絶対!よし、鉄!よし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 。なんか装備つけた感じ、どんな感じになるのか超楽しみなんだけど。え、待って、まだまだある。いや、今回、これね、サクッとダイヤモンドになりますね、これ。よーし、鉄が半個手に入りました。そうだなぁ、盾は欲しいから、じゃあ、ズボン買ってみようかな。どうなるんだろう、クリーパーが吐くと。いくよ!ほい!腹巻きみたいになってる。腹巻きのおじいちゃんや。かわいいな、そう見ると。そう見ると可愛く見えてくるな。よーし、じゃあ腹巻きじいちゃんクリーパーで行くか。まあ、あとはね、うん、立ってそれでいいんか?顔貫通してるけど、どっちも。え?あ、やばい!え、待って。これ盾使えないんじゃない?もしかして。爆発しちゃうから、これ盾使えないよ。ひえー、暗いな。私洞窟苦手なんだよな。怖いから。下ってくか、とりあえず。どんどん。ダイヤモンドはね、低い位置にあるんでね。うわ、広そう!この洞窟、広瀬涼子だわ。あ、鉄だ。よーし。鉄で、うわー!びっくりした。一撃!ちょ、装備はどんどん作っとこう。よし、4つ手に入ったんで、足装備が作れますね。足履いたらどうなるこれ。うわ、なんか、うん。どうしても前足は飛び出るんだね。とにかく、下へ進んでいこう。よし、鉄、え、鉄にはめちゃくちゃ恵まれてるな。ここにもある。今回、運いいかもな。え?なんか空洞出た。繋がってるんかな?とりあえず掘ろう。めちゃくちゃ鉄ある!びっくり !10 箱も手に入ってよ、急に。これもう鉄フル装備揃うね。で、ちょっと焼いてる間に。うわ!ゾンビー!こんにちはー。でも待って、マグマ玉にあるんだけど。え、そんな深いところ来た?運良すぎた、原爆じゃない。よし、落とそう。どう?気持ちいいかい?待って、これワンチャンあるぞ。これ水バケツ作ってさ、見てみようか。え、だとしたら今回マジで早いんだけど、どうしよう。すごい声出た。今のダイヤモンドを見つけた時の声じゃない。まあ、なんとなくもうフル装備も作ろうと思います。でね、ダイヤモンドを掘るには鉄のホチルハシが必要なので掘って、じゃあ一旦、鉄装備、これしますか?頭外さなきゃだけど。うん、浮いてる!サザエさんみたいな髪型になってるんだけど。ねえ、でですよ、皆さん。掘りますね。とりあえず。じゃあ水がちょっと邪魔なんで、咳止めして、よいしょ。はい、ダイヤモンド、見つけました!いただきますよ。うわ、しかも多いな。え、何個あんのこれ。やば、嘘でしょ。え、みんな何個だと思う。適
ですよ。はい。6個。うそ！ということでね、これを博士のところに持っていけば、元の体に戻してもらえる。博士、ただいま。うわ、クリーパーが喋った。いや、私だよ。ああ、なんだ、タマかね。それでダイヤモンドは手に入ったのかい？うん、ほら見て、これで元に戻れるよね。もちろんじゃとも。さあ、早速最後の仕上げをするとしよう。少し待っておれ。はーい。完成したぞ。早っ。さあ、これを飲むと元の体に戻るぞ。ありがとう、博士。よし、じゃあいただきまーす。よーし、これで元の体に戻れたよね。それが少しばかり、なんかどうやら失敗したみたいじゃ。え、どういうこ、今度はゾンビになってる。いやいや、これは裏を返せば素晴らしい発明じゃよ。まさかクリーパーの体からゾンビになるエキスを作れるなんて、わしは天才じゃ。あー、確かに。ってなるわけないだろう。元の体を返せ。その後、タマが元の体に戻れたかは誰も知らないのであった。